フィスシオン FM しきたりアカデミーのコーナーです。このコーナーでは家族葬専門葬儀社オフィスシオンがしきたりや葬にまつわる慣習やマナーをご紹介いたします。今回のシリーズは家族葬の現場からです。オフィスシオンで働いている女性スタッフが仕事を通じて日々感じたことをブログに書いています。その中から毎日1話ずつご紹介していきます。今日は2010年3月8日のブログから、すべてはお客様の安心のために。私たちは葬儀の仕事をしています。だからたくさんのことを勉強して知識を持っています。これらの知識は何のために使うのでしょうか。それはただ一つ、お客様の安心のためだけです。自分が知識を持っていることを自慢するためではありません。ご遺族をフォローするのには専門的な知識が必要なことはたくさんあります。そのために勉強しているのです。今年のオフィスシオンのキャッチフレーズは、すべては安心をお届けするためにというものです。そのためにスタッフボードというスタッフを紹介するホームページも作りました。私たちがどんな人間なのかを知っていただきたいからです。ご遺族が安心してもらえない担当者であれば、この業界に長い間いて、そんないろんな知識を持っていても何の意味もありません。ご遺族に安心を提供できない宗教者など、宗教者と名乗るのもおかしいと思います。この私の考え方をまだまだスタッフに浸透させていかなければならないと感じさせられた日でした。本日の内容はオフィスシオンホームページでもご覧いただくことができます。そして今回1月5日発売のオフィスシオンの寺尾社長監修の漫画で丸わかり、初めてのお葬式をプレゼントいたします。難しい、わかりにくいと思われがちなお葬式について、事前に知っておくこと、葬儀社を決めるまで、当日を迎えてなど、漫画でわかりやすく紹介しています。また皆様からのご質問やご意見、ご感想を募集しています。本ご希望の方、そしてご質問等は住所氏名をお書きの上、メールでは info@mara.fm、 ファックスは074224-8422、 nara.fm オフィスシオンの係までお願いいたします。オフィスシオン FM しきたりアカデミー、このコーナーは家族葬専門葬儀社オフィスシオンがお送りいたしました。